江戸君、今日は何をしてるんですか？今日はシリンダーじゃねえや、なんでまた間違えんの？あなたとの動画はもうみんな面白動画になっちゃうんだけど、ヘッドカバーのバッキン、まあ、シール交換ですね。こんな感じでヘッドカバーと、まあ、シリンダーヘッドの間からオイルが滲んでます。なんでこの辺を交換していきます。とあと同時に重要なポイントはどこですか、ヘッド君？重要なポイント、はい、この間ちょっとこれは交換しないとまずいなっていうことになったのはあれです、スパークプラグですね。とその中ですね、はい、あれライトあるないか、プラグは摩耗してたんで、まあ、プラグの交換と、あとですね、シリンダーヘッドのこのカバーからオイルが滲んでる車は同時にこのプラグホールの中にもオイルが滲んでる車、まあ、この間清掃したんでちょっとこれ今回綺麗になってますけど、このプラグホールの中に、まあ、滲んだオイルでこう並々オイルが入っちゃってる車なんかもあります。そうするとこのプラグと、イグニッションコイルですね、こちらの接触不良が起きて調子が悪くなっちゃう車がありますので、まあ、ちょっとこの外側から漏れてる車は要注意ですね。で今回一緒にこっちのプラグホールの方のガスケットシールも交換していきます。はい、というわけでパッキンの交換が終了しました。はい、でこんな感じで綺麗に清掃もされてます。ヘッドカバーからのオイル漏れ修理はぜひ江藤君にお任せください。よろしくお願いします。パッキンの交換が終了しました。